どんどん人が減っていくのが怖いんです。これはもう MBTI を勉強するためには必要なことだと思ってるので、はい、MBTI もエニアグラムもゴールは本当の自分なんですよ、探すのは、はい、これね役立つと思うんですけどね、うん、じゃあ次第2は剣跡と言います、うんうん、ちなみにこの絵では道に残された牛の跡を見つけると書いてあります、うん、はい、この剣跡において出ている彼は、うん、牛の跡足跡を見つけます。ここに書いてあるのは経によって義を介し経を気味して跡を知る、経を知って跡を知ると書いてあるんですけど、うん、例えばまあ本とかを読んで、うん、なんとなくあーっていうのが見えてくる段階、仏道を習うというは自己を習うなり、自己を習うというは自己を忘るるなり、自己を忘るるというは万物に生せられるなりと道元は呼んでるんですけど、はい、何かに出会い、うん、ここが、はい、エニアグラムとか MBTI っぽいなって思いましたけどね。そうですね、要はこういうのを知って、うん、なんとなく自分がこういうものなんじゃない、こういうものなんじゃないかっていうのに出会う、うん、でここに書いてあるのはあの老子、あなたは老子と会って、うん、この段階に来るかもしれない、うん、またはそれが親鸞かもしれないみたいなことが、うん、ドストエフスキーかもしれない、ニーチェかもしれないみたいな、うん、いうのが書いてあり、これは因縁というより仕方がないと、自分で決め得る生き方の問題ではない、自分でということが自分ではもうわからない、うん、ってなったところでこういうところにたどり着き、うん、そしてこの出会ったものの縁を通じて与えて示されてくる言葉と出会って、うん、なんとなく自分の後を知るっていうのがこの剣跡でございます、うん、で次3剣牛と書いてあります、うん、この剣牛というところは木陰に牛の尻が見えると書いてあります、うん、剣牛の図では走り去る牛の後半部分が頭上に現れ、それを見つけた彼が牛に向かって突進していくと、この剣跡において、彼の答えの見取り図が言葉として与えられただけに、答えとして示され、答えとして近い、知ったものが自分の現実になってないっていうことが問題になる。いやこういうなんかエニアグラムとか、うん、で、まあ、エニアグラムで言うとその統合の姿とかが出てくるんですけど、うん、自分がそこじゃないっていうのに気づく、うんうん、この牛の跡お尻を見た ところで、うんうん、あれって俺そこじゃないよって、目指すべき方向が大体分かって分かってきて、姿がお尻、うんうん、だけが見える、うん、でこれだと思って突進していくんですけども、実存としてこの通ってきたものと答えと自分ってなんだっていうのを問いにしてきて、うん、出た答えっていうのに対して問いの具体的遂行、自己とは何かという問いの身体化とそれを反復することであり、それと一つになることで体の具体的な先取りと言えようと、行の持続のうちに答えが現在化してくるのであると、要は統合の方向はあっちなんだ、うんうん、っていうとまあまあな努力が必要なんですね、うん、このなんか視聴者が増えませんねとか言ってちゃダメなんですよ、うん、そっちだからそっちを目指せって話ですよね。そう、うん、でそれは行だとうん、うん、行いだと、うん、それを持続することだ、うんうん、っていうのがこの剣牛の段階ですね、うんうん、はい、っていうのが第3段階、うん、で3段階でこの第3の段階剣牛では、うん、自分の本来が見られたと、うん、しかし全体像じゃないんですよ、うんうん、お尻だけなんです、うんうんうん、でなんとなくぐらいで、なんとなくしかも、うん、あの行いは行は続いてます、うん、自分はまだそこにたどり着いてないってところですよねお尻しか見えてない見えてない、はい、からなんとなくやってるけど、うん、分かんないんですよ、半分しか分かんないから、うん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 、
ていう段階で、ついに第4ですね、エギューとか特牛と書いてあります。捕まえようとするが牛が暴れてなかなか捕まらないと書いてあります。このエギューではですね、あちらを向いてなおかけていこうとしているが、一応全体が見えてくるんです。牛の姿が全体が見えてきますと。そして懸命にそれを彼は引っ張ります、あ、まだ皆さん言っときますけど、皆さんは暴れてる牛ですからね、むしろ、あ、違う、人だ、ごめんなさい、違う、牛。これでも両方自分ってことですよね。両方自分です本当の自分が牛、制御できない自分を一生懸命制御しようとしてるみたいな、絵ってことですよね。絵っていうことです、この面白いのは、まあ、今こうやって一生懸命引っ張ってますね、人が。本当の自分はどこだって探しに行ったこの人が、本当の自分は牛なんですけど、それを見てギュッて引っ張ってる。で、これは綱が本来の自己とそれを求める自己の統一が具体化してきたが、そしてこの統一が自己なのであるが、ピーンと張り詰めたその綱の緊張が、この自己と自己の分裂を統一するのが持続的に厳しいっていうあり方を示していると、というのが、ごめんなさいね、これが4でございます。ところでこの4の特牛は、エギュー、特牛っていうのが一応緊張の頂点を指しますが、特牛が、はい、これが面白いのが、どちらがどちらを離すまいて引っ張っているのかが分かってないんです、どっちってもう、あ、だから均衡してるって感じですかね。そんな感じですね。どちらがコントロールしてるかもよく分かんない。はい、なんで今なんかツイッターで見るね、なんか苦しい苦しいっていう人たちは、この辺なのかなーなんて思ってるんですけどね。まあ、分かんないですけど、もうこの1個前かもしれないですよね。ああ、そうですね、どこだどこかどこだどこだかもしれない、という段階がこの4の段階。5番が牧牛です。なんでね、ちょっとこれ僕がうまく表現できなかったんですけど、縄は若干たわみ、牛はおとなしくなってます、第5が牧牛、で、これは単に習熟の事柄ではないと、そうではなくて、求めることは実は求められているということである、これは人間が神を求めるのは、実は神に求められていることである、という宗教自体にパラレルであるっていうことが書いてあるんですけど、特牛においては彼が牛を、牛が彼をっていう双方向性だったんですけど、だんだん統一が自然になる姿っていうのが描かれていますと、いうのがこの第5の牧牛のところです。だんだん、あ、僕ってこの辺かなっていうのが分かってきた段階、で、第6が騎牛騎馬と書いてあります、これは牛の上に乗って笛を吹いて家に帰る図が書いてあります、牛の背に乗り笛を吹きながら家路へ行く。牧牛のところでは、牧人と牛は肯定的に統一されつつも、まだ二重だったんですよ、二つある姿だったが、ここではもうすでに一体化していると、自己と自己への関わりにおける分裂とか葛藤が闇、自己の存在っていうのがなんとなく分かってくる、この二っていうのが1になり、それが自然になっていく、で、天地の自然に、共鳴して、それが笛の音になる、っていうのがこの騎牛騎馬のところでございます、まあ、なんかコントロールしてるって感じで、それがもう一体になってるって感じで、ね、で落ち着いてる感じですかね、あっちに行きたいと思えば、まあ、あっちに行けるみたいな